水族館に来ました。チラウミチャンネル。私はジンベエザメと泳いだことがあってまああんま別に見ても興奮しないやつだからめっちゃ悪い言い方最低。じゃあ来んな人生初めて来るの。そう、私は2回目です。高校生の時？そう、修学旅行で来た。修学旅行で来たならさ、結構最近じゃない？結構最近の思い出ってことでしょ。 3年前、そう、最近の思い出。なんかもう動物いるっぽい。高校生とか、なんか中学生めっちゃいるじゃん。ちょっとイケメン探していい？勝手に探してけよなんで許可制なんだよ。ダメって言ったらどうすんの？これダメって言ったら、うん、それでも探す。それが私自分の道を。ちゃらくて怖いしかも声でかいしチャラくて怖いガチでチャラいし、ね、入りました。え、触る、触れません。触れません。何触る気ままな人出てこんなでかいんだ。キモ、ちょっとすごい、あの人すなり溶け込んでた。すごいね、知恵がすごい。知恵が、え、本当に分かんなくない？分かんない。ほら、いや、どこにいるか分かんなくない？すごい。やっぱこうやって生き延びていくためにはこういうのが必要なの。3000円持ってたんですけど、水族館が1800円っていう結構高めで貴重なので全部一つ一つの魚全部ちゃんと見てく全部名前覚えてくんよでかいのキモ。なんか絶対うちに似てるやつあるんだよね。誰かに似てるよ。トーマに似てんじゃん。パソコン室の先生に似てる。え、どうするの？水族館返してくんじゃん、うん、どうやってやる？じゃあ、いいよ。あれだってデートだと思って。いいよ。うわー、すごいね。ほいね。はい。やっぱ見せたい。え、あれ、え、これトーマに似てんじゃん、これ。え、やめてよ、それどう？気色悪いわ。で、マヤもさ、昔彼氏とさ、水族館に来たことあるんだけど、え、うちも昔彼女と水族館来たことある。しかもちょっとちっちゃめの水族館だったので、ねうんうん、でもずっと一緒にいたから3週ぐらいしてあやも来たことあって、そう、彼氏がすごい水族館大好きな人だったの。で、なんかうわみたいな。詳しい系？え、詳しくはない、詳しくはないんだけど、ずっと見てたいみたいな人なの。あ、だから例えばこうやってなんかいるとすんじゃん、うん、で、うわすごいって言って、もう一つ一つ長いの。あ、どう？いや、ちょっと嫌だかも。結構きつくない？結構きつい。あや別に良かったんだよ、うん、別に水族館嫌いじゃないし、うんうんうん、けどさすがにきつかったんだよ、全部が全部長すぎて、ね、しかもなんか彼氏と来るって時は、うん、水族館メインじゃなくてさ、うん、雰囲気メインや、うん、分かる分かる、ちょっと暗くてね、うん、そうそう、ちょっといい感じやん。そうそうそうなんだけど、それをガチで、まあ、楽しむのもいいんやけど、別にガチで捉えられちゃうと、うなんかキュンキュンとかもないわけ。ない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 。それちょっときつかったね。え、ジンベエザメ撮る？でかい。やばい、これと一緒に写真撮ったからね。触ったよ。すごくない？すごい。何考えてるんだろう。何も考えてないで。てかさ、どっちが幸せなのかな。何は？海で生きるのかさ、こうやってさ、水族館で生きるの。だってさ、ご飯はさ、うん、もう頑張らなくてももらえるやん、多分、うん、ちょっとそういうの考えてもらえない？動物園とかでもさ、うん、やっぱ水族館の方が幸せなんじゃない？幸せなのかな、うん、そう、あのね、元彼があのエイの柄、ヒョウ柄で、うん、めっちゃ興奮してたの思い出した。うわぁ、興奮されるの無理なんだよね。それでそのエイの写真撮ってストーリーあげてた。うわぁ、どう？なんか尊敬してたらいいんだよ、別に。そこで興奮するってところでさ、うん、興奮したりさ、うん、そこでそんな喜ぶってところで喜ばれたらさ、うん、うちオプスじゃない。オプス、ちょっとわかる。わかる、めっちゃわかる。これストーリーあげんだみたいな。しかもさ、アイのことあげないのにさ、エイあげるんだみたいな。わかる、うちもストーリーあげてほしい人なの。うん、だよね。ジンベエザメさんみたいな。さっきより高い？一緒？一緒だよ。そう、これどうやって運んできたんだろうね。それな、そっちの方が気になるわ。え、だってこれ自然界にいるってことでしょ。そうだよ。どういう気持ちでずっと泳ぎ続けて。それこそさ、ヒョウ柄とかもさ、なんでヒョウ柄になったんやろ。ねえ、すごいよね、自然となってんの。なんか誰かに似てる。ごめん。うん、あ、ジキヤに似てる。うん。めっちゃジキヤじゃない？わかる。サメ側だ。これって人食べるのかな？食べないんじゃない？もっとヤバいやつでサメ食べるの。ジェラシックパークのやつが食べるの。ジェラシックパークってさ、恐竜でしょ？間違えた。なんだっけ？ジョーズ。ジョーズ、ジョーズ、ジョーズ。あれ、ジョーズのやつは本当にさ、実在するの？そうだよ。本当の話だよ。すごくない？不思議な世界。あ、そろそろ触ってみたい。ね、わかる。だから一緒に泳いでみたい。ね、泳いでみたいなの。すごいね、思考。
水族館でなんか何も考えないでいいかも。確かに癒されるかも。見てるだけでいいもんね、うん、会話とか別にいらないね。いらない。いいかもね、デートには。いいかも。しかも暗いのがいい。あ、確かに。別に漏れなくてもまずグッドやん。確かに確かに。しかも暗闇の中のこの水槽からの光で漏れる、うん、確かに。でしょ、暗闇の中のやつって漏れるもんね。あやさ、あのさ、歩くの速い人無理なんだよね。え、あの男でデート中にだよ。 あ、それは嫌だかも。嫌でしょ。わかる。でもうち割と歩くの早い方やで、うん、だから合わせてくれる人がいい。え、そうなの。俺についてこいっていう人は無理だから、ま、順平とかねマジで早いの。え、そうなの。でしかも身長も高いからさ、人幅が違うの。そう、マジあいつうざい。やっぱ思い出しちゃった沖縄で。わ、トーマに似てる写真、あの魚の写真撮ってくればよかった。なんでやねん。ストーリーあげたかったから。上にもいるんじゃない、まさか。えー、すごい。わー、すごい。しかもちょうど新竜さんやね。え、え、マンコある。でかっ。でかっ。お腹すいたね。お腹すいた。なに、うわ、めっちゃ並んでんだけど。仕事中だよ。仕事中だよ。なにこれ。え、なに、やだ。え、イカ。ダイオウイカ。でっかっ。巨汁。見て。これマリン漬けにされてるのかな。水じゃないのこれ。でもなんか水族館デートとかして。わかる、今めっちゃしたくなってきた。ね、この暗闇の感じとかね。わかる。いいよね。ちょっとエロいよね。え、怖。毎日何考えて生きてんだろう。これ深海魚ってこと。そうなの。目でっか。ね。ニモのさ、3000年後みたいな。同じこと言おうとしてる。ニモの巨大バージョン同じこと言おうとしてる。軽くさ、カフェみたいなとこ行きたくない。ねえねえ、行きたい。てかご飯屋さん行こう。ここら辺じゃなくても。はい、ということですね、水族館が終わって今からちょっとランチ。ね、ランチランチ15時なんですけど。え、どうしたの。すっごく不愉快だった。ハンバーガー系食べたい。わかる。なんかジャンク系食べたい。そうそう、ジャンク系食べたい。朝が和食だったからね。そう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 。あんた結局ソーセージ食べたの。食べた。しかも6本も全部。やば。ソーセージ好きなの。そんな好きなの。お腹めっちゃ朝お腹空いとったの。うん、あんな夜食べてたのに。でも夜食食べてなくない結局。ちょっと食べたけど。カップ麺とかまでは行ってないやん。行ってないね、さすがにね。痩せたかな、とは。いや、太ってるね。だってこれ、私買った時、なんで買ったかって、これワンサイズしか入荷してないって言われて、うんうんうん、シンデレラサイズの人しかもう買えませんみたいな言われたの、うんうんうん、で、私やったら、うん、マジぴったりだったの、うん、ただ今、パンパン、苦しい。呼吸が荒い。キモ呼吸の仕方。つまり太った。気象い。しかも地味におしっこも我慢してるから。え、そうなの。言ってよ。あー、学生戻りたい。なんかさ、どっかのさ、中学とか高校にさ、この沖縄のね、うん、弾丸で行ってみたくない。授業中とかに行ってみたい。授業普通に受けたいし。そうか、なんかバレんように、うん、こっそり後ろ入って、うん、やりたいんだけど。沖縄の学校の皆さん、校長先生とかちょっとお願いします。サプライズで呼んでください。呼んでください。で、うち学校系のサプライズやりたいんだよね。確かに。モニタリングみたいな、ね。え、そう。あれ嬉しいよね。あれ嬉しいよ。だけやってくれたら。どうせ誰も知らなくて、誰？そういうこと。っていうか、母校とかでやりたい。わかる。山ちゃんって名前多いな。ね、思った。弁当、食事処、カラオケ、焼肉。もう、詰め込みすぎやろ。何でも言いたいんや。ほら、ここも山ちゃん。ほんとだ。あ、山ちゃんじゃん。お食事山ちゃん。こっちも山ちゃん。でもさっきなんか内見山ちゃんって山ちゃんって言えばいいと思ったんだけど。詰め込むか山ちゃん。そう何でもやりたいんだろうね。あ、私みたいあれ。いや、上からすぎんだろ。ほぼ真上やん。こうやったらさ、なんか暗くない。うん、確かに。まあいいか。はい。はい、ということで着いたので終わります。バイバーイ。All these people picking sides, I'm just trying to circumnavigate it. Got me thinking, man, the situation getting complicated. Let me tell you, all the 90s, baby, got the juice now. Maybe we're the generation that can understand that the content of the characters is the measure of a man. If you got breath up in your lungs and the future's in your hands, we don't stand for no put downs. Now I know we still fam if you're Pella Brown. We would like to welcome you into the tribe now. Cause we ain't with no moment, they gon' die down or lie down.